出身、自称18歳の正統派アイドルです。よろしくお願いします。もう一回拍手ちょうだい。ありがとうございます。奈良県出身だけど、今も住んでるところは奈良県になるんですけれども、今日も朝から奈良県から来ました。イエーイ。出演時間が15分なんですけど、15分のためにですね、朝7時から出て3時から着いてから何時から7時間ぐらい、15分のために7時間かけてやってきて、この後すぐに7時間、8時間ぐらいかけて帰ります。この15分のためにね、すごくないですか、すごいですか、ありがとうございます。思ってなくてもいいんで拍手もらっていいですか、ありがとうございます。そんな感じです。なんかね、東京はね、ちょい来るんですけど、来月の1月もですね、東京に遊びに行く予定になってます。それは全然アイドルキャンパスのイベントではないんですけれども、私、堀江学院という名義以外にも、ハニートラップっていう2人組の、片方オカマなんですけど、オカマと女で やらせていただいておりまして、オカマと女のね、ちょっと興味ありそうですね。あ、ないか。オカマと2人組でやってたら、よく私もオカマですかって聞かれるんですけど、ちゃんと女です。ちゃんと女です。ありがとうございます。何やねん、その拍手。あ、女やって拍手ですか？あ、そうですか。あ、女です。確かめようないんですけど、ちょっとやだ。何見てんのよ。確かめないでよ。後でゆっくり話そう。おかまとやってるハニートラップっていうユニットがあって、そのハニートラップで1月の7日に、遠征する予定なので、今日ちょっとでも気になったよっていう方、あと女で遊び尽くしたおかまに興味ある方はぜひぜひね、この野外でうちの理由点でって感じなんですけど、よかったら、渋谷ラママさんでライブをするので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、よう喋らせてもらったんで、そろそろ早歌いよっていう感じだと思うんで、早歌らせてもらってね、この後7時間、8時間ぐらい聴くだらけに帰りたいと思います。それでは最後の曲を皆さんで一緒に盛り上げてください。聴いてください。リラックス。届かない